端子箱。一番上は光クロージャ。端子箱は架空通信線路のケーブル新線の相互接続を行う中上設置の端子台箱である。加入者宅への分岐、幹線ケーブルの相互接続や配線変更を容易にするために使用されている。メカニカルクロージャ、あるいは単にクロージャとも呼ばれる。また、箱が常用漢字に入っていないため、 端視感と表記されることもある。本項目では、マンホールやハンドホール等に設置される地下通信線路のケーブル新線の相互接続を行うための端子台箱である地下クロージャについても説明する。架空線上に設置されるメタル回線用の2号3号接続端子箱ケーブルテレビ用のものは中継増幅機能と分岐機能とを合わせ持ったものが多い。 また HFC では光ケーブルと同軸ケーブルの接続点において光電変換機能を持ったものが使用される。同軸ケーブルによって動作用の直流電源が供給されている。架空線上に設置される配線転用のスフをクロージャ中央の白いトレーが光スプリッタ光ファイバーの端子箱は光クロージャと呼ぶ。FTTH におけるポンの場合、 配線転用の光クロージャの中には光スプリットがあり直接加入者宅へ引き込まれる光引っ込め線や分配点に向かう小進号ケーブルが接続される NTT 東西の架空用端子箱は AO クロージャと呼ばれるいずれも電信柱付近に設置されているのが多いかつては白色が多かったが現在設置されているのは黒色であるクロージャにも 複数種類が存在し、感染ケーブル同士の接続用や加入者宅の光、引っ込め線と接続する配線用クロージャがある。内部はトレイと呼ばれる光ファイバ芯線や光スプリッタを収納できるケースが入っており、誘着接続、コネクタ接続、メカニカルスプライス接続による接続点の収納ができる。AO クロージャを、S クロージャを、 M クロージャー架空区間の分配点に設置される。配線点からの小進行ケーブルと加入者宅の光、引っ込め線が接続される。8進行ケーブルの分配に用いられるのが、お、S クロージャー。24.240進行ケーブルの分配に用いられるのが、お、M クロージャーである。お、S クロージャー等し地域における、架空区間の配線点に設置される。お、d クロージャー奥。 D クロージャー等地域における架空区間の配線点下部の分配点、接続点に設置される。分け配点に設置されるのが、O、D2 クロージャー、接続点に設置されるのが、O D クロージャー、TN クロージャー近く間の基線点、接続点に設置される。U を S クロージャー、U を P クロージャー近く間の配線点に設置される。マンホールや、 電線共同口の大型接続マスなど、横向き設置向けに用いられるのが、よ、エスクロージャ。ハンドホールや、電線共同口の小型接続マスなど、縦向き設置向けに用いられるのが、よ、ピークロージャである。WAT、ピークロージャ近く間の分配点に設置される。ハンドホール電線共同口の小型接続マスで、使われることが想定されており、縦向き設置である。 ありがとうございます。